ミッド・ロムニー、ウィラード・ミッド・ロムニー、ウィラード・ミッド・ロムニー、1947年3月12日体は、アメリカ合衆国の実業家、政治家。所属政党は、共和党。マサチューセッツ州知事、第70代、2003年から2007年、2012年大統領選挙、共和党指名候補。2019年より、ユタ州選出合衆国上院議員。 あとに、ミシガン州知事となるジョージ・ロムニーの次男として、デトロイトで生まれた。主に、イングランド系の血を引き、わずかに、スコットランドとドイツの血を引く。正式のファーストネームであるウィラードは、家族ぐるみの付き合いがあった、実業家の J ・ウィラード・マリオットから、ミドルネームで通称として用いているミットは、父、ジョージのいとこで、NFL 選手であったの通称から取られている。 父親からの教育で、こうに尽くすことを胸とする。父は、アメリカンモーターズを再生に導いた、実業家でもあったが、自身も若い頃から、大きな会社、特に、ゼネラルモーターズ、GM の経営者となことを夢見ていたという。ミシガン州の男子高校、クランブルックスクールを卒業後、スタンフォード大学に進学するが、間もなく途伏し、パリとボルドで2年間、末実生徒、 イエス・キリスト教会の宣教師として伝道活動に重視した。この期間に一方で交通事故に遭い、瀕死の重傷を負っている。帰国後ユタ州のブリガム・ヤング大学を最優等、スンマ・クムラ・ウデイで1971年に卒業。ハーバード大学のビジネススクール、ロースクールのジョイントプログラムで MBA、ホーム博士、JD 号を取得した。ビジネススクールでは、 上位5%の成績優秀者に与えられるベーカースカラーを得て、ロースクールは、優等、クムラウデイで終了した。卒業後低引く手数サワーだったロムニーは、マサチューセッツに残り、ボストンコンサルティンググループでビジネスコンサルタントとしてのキャリアをスタートした。1978年に、ベインカンパニーに移りモンサント、アウトボードマリン、バーリントンインダストリー。 コーニングといった企業を手掛ける中で、バイスプレジデントでありながらシニアパーナーラをしのぐトップコンサルタントとなった。1984年には、ペファンドのベインキャピタル社を共同で設立。当初はベンチャーキャピタルとして、後にはローボーを駆使するバイアートファンドの草分けとして、多くの事業を手掛け、ロムニーがトップであった14年間に年平均いや113%という、 驚異的な収益を得るなど、同社を世界有数のファンドに育て上げた。1990年には、経営危機に陥っていたフルスベインカンパニーに、こうあて、CEO として復帰し1年で、経営再建に成功した。1994年には、共和党から、マサチューセッツ州選挙区の上院議員選に、立候補した。民主党の有力政治家であったエドワード・ケネディに、 敗れたもののログニーは前線し、結果的にケネリの経験した選挙の中で最も接戦となった。1999年にはスキャンダルの発覚や予算の超過で問題を抱えていた2002年、ソルトレークシティオリンピック組織委員会の会長に就任次第を成功に導いた。このことはビジネス界の外を越えて全米規模でログニーの名を認知させることになり、 また経営再建のプロとしての名声を決定的なものにした。この功績が評価され、マサチューセッツ州知事選の共和党候補となったロムニーは2002年11月の州知事選に勝利した。知事に就任すると、財政危機に陥っていた州の予算を削減し、財政均衡を実現。さらに、法人税を定率に抑え、カリフォルニア州などからのハイテク関連企業の誘致を、 推進した。こうした財政、経済政策、手腕への評価は一般的に高い。また教育に関しては2005年9月、マサチューセッツ州内の全児童に100ドルパソコンを無料配布する法案を州議会に提出した。これは近隣のメイン州での成功を手本にしたもので5400万ドルの予算をかけている。特筆すべきは2006年の皆保険制度の導入で、 保険加入を全住民に求める全米では事実上、初めての公的制度でり、無保険者は順調に減少するなど成功とみなされ、2010年のオバマ政権による国民皆保険導入、オバマケアの重要な伏線となった。しかしこの実績は、オバマケアに対して批判的な共和党右派の支持獲得の妨げともなっており、後の2012年大統領選挙に向けての 党内指名争いでは、対立候補から、この点についての批判を浴びるとが多い。1994年の上院選で、同性愛者の権利を擁護する立場を取っていたが、2003年11月に、マサチューセッツ州最高裁判所が、同性婚の禁止を意見とし、合法化を促した際には、異議を申し立てこれに反発する姿勢を取った。同性婚を許可する修正案が、 衆議会で審議された当時は拒否権の行使を匂わせて議会の多数派を占める民主党との対決姿勢を鮮明にしたが修正案が大差で可決されたことから拒否権発動は不可能となり結果的に同性婚を合法化する法案に署名することを余儀なくされた。しかし同性婚反対の立場から衆憲法の修正条項で結婚を男女間のものと規定する代わりに 同性愛者に結婚同様の権利を容認するシビルユニオン法の成立を提唱した。2007年2月に大統領選への出馬を表明した。1994年の上院選でレーガン、ブッシュ時代に保守化した共和党を批判した前歴や、同性愛問題、人口妊娠中絶におけるかつてのリベラルな姿勢。 マサチューセッツ州に基盤を置いていたことなどから、恩恵派と一般にみなされ、末日性とイエス・キリスト教会員であることや、全国的な知名度の低さもあって、党内で影響力の強い保守派の資格得が課題となっていた。そこで、全米各地の保守派集会で盛んに遊説し、支持層を拡大すべく努力を重ねていった。共和党の指名獲得競争が本格化する中、 同性婚問題や中絶問題、さらにネオコンの上級顧問にして、外交問題で強硬な姿勢を明確化して保守派としてのイメージを演出し、徐々に右派へ浸透することに成功した。しかし、本来運転派でありながら、重要な争点で保守的な立場に転じたことには、風見取り、フリップ・フロップとの批判が絶えなかった。なお、有力候補とみなされるに従い、 保守派などから、モルモン教と呼ばれる、末日聖徒、イエス・キリスト教会員であることに対する、信仰面での疑念が指摘されたため、12月に、テキサス州で、自らの宗教観についての演説を行っている。その中では、カトリック信者で、初めて大統領になったジョン・カイ・ケネディを引き合いに、出しながら、私の、属する教会だろうと、他の教会だろうと、 大統領としての判断になんだ影響を及ぼさないことを約束するとして政教分離を訴えた。2008年に共和党の予備選が始まると、序盤州では敗退したものの故郷のミシガン州などで勝利して持ちこたえ、最終的にジョン・マケインとの事実上の一騎打ちにまで持ち込んだ。しかし、2月5日に行われた天皇山スーパーチューズデーで代表で、 マケインに敗北し、撤退を表明。マケイン支持を表明し、挙党一致を呼びかけた。なお、経済が増えてとされる、マケインの副大統領候補となる可能性が繰り返し、報じられたが、実現しなかった。選挙戦で、ロムニーを支持した著名人としては、地元マサチューセッツ州のウィリアム・ウェルド元知事、新日課として知られるデニス・ハスタート元会議長や、 不法移民政策を共有する、サウスカロライナ州選出のジム・デミント上院議員、コロラド州選出のウェイン・アラード上院議員、選挙戦から撤退した、トム・タイクレード、ピート・ホークストラ、ダナ・ローラ・バッカー、リン・ウェスト・モーランドの各会員議員、元上院議員のリック・サントラム、政治評論家のアン・コールター、保守派の重鎮である、ロバート・ボーク元商務長官などがいる。 2012年大統領選への再出馬が取り沙汰される中、各種世論調査でも高い人気を集めて、有力候補の一人として位置づけられていたが、2011年4月には大統領選の準備委員会設立を発表し、事実上の出馬表明をした。2011年夏から共和党指名獲得レースが本格化。 有力候補が激しく入れ替わる混戦の様相を呈する中、ロムニーは相対的に安定した支持率を保ってきた。しかし前回と異なり最有力候補として臨んだ。選挙戦では、穏健派としての前歴を厳しく問われることが多く、特に共和党が党を挙げて、オバマ政権の国民みな保険導入を批判する中で、前日のマサチューセッツ州知事時代の州みな、 保険導入の実績が強い批判にさらされ、特に党内で影響力を拡大した T パーティーから猛烈な攻撃を受けた。一方で、経済政策などの評価は高く、ウォール街からも全面的な支持を受けており、資金面では他の候補を圧倒している。しかし、中華人民共和国の為替捜査国認定を発言する一方で自身が創業し、ベインキャピタルが 自社所有工場を中国に移転させたことなど、経済政策との矛盾が大統領選で注目されることもあった。また、本選でオバマに勝てる候補として、中道寄りのロムニーを本命視する向きが強かった。2012年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙では、初戦の2012年1月4日のアイオワ州党員集会で、リック・サントラムに、 僅差で敗北したのをはじめとして、保守的な州を多く落とすなど苦慮することもあったが、おおむね安定して選挙人を獲得していき、3月のスーパーチューズデーで代表デンオハイオ州など6州で勝利。4月10日に2位のサントラムが選挙戦からの撤退を表明し、次いで5月2日にニュート・ギングリッチも撤退し、非主流の立場で指名獲得は、 難しいとされるロンポール以外の多有力候補が消えた。5月29日のテキサス州での勝利により、指名に必要な代議員数、過半数を確保した。8月11日には、保守派層の人気が高いとされるポール・ライアン、会員議員を副大統領候補とすることを発表し、8月30日に共和党候補指名を受けこれを受諾。 現職のバラク・オバマと大統領の座を争ったが、11月6日に、執行された選挙で敗北を認めた。ロムニー本人は、大統領選の敗北に落胆し、勝てる選挙を落とした候補者として、マイケル・デュカキスのように政界を離れて、名誉職につき、余生を静かに暮らすようになるだろうと想像していいが、実際にはそうはならなかった。2016年、 アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙では、過激な発言で物議を醸している、実業家のドナルド・トランプの指名獲得を阻止するために、知名度と人気の高いロムニー裁登板が、オリンハッチン議員に、一つの手として語られた。2016年3月3日、演説上で、共和党の指名争いで独走するトランプを、インチキな詐欺師だと批判したが、自身の出馬は否定している。 トランプが過半数の大議員を獲得することを阻止するために、オハイオ州知事ジョン・ケイシックの集会で応援演説をした。3月18日、トランプ氏名を阻止するために、テッド・クルーズ上院議員に投票することを表明した。トランプが共和党氏名を勝ち取ると、6月10日に、リバタリアン党候補のゲリー・イー・ジョンソンへの支援と投票を検討していると述べた。また、 ユタ州のモルモン教徒の独立系候補者、エヴァン・マクマリンへの支援の噂も囁かれたが、ロムニー夫妻は一切、誰に投票したかは明らかにしなかった。トランプの当選後、一転して、国務長官の最有力候補として取り沙汰されたが、トランプ側近の右派メンバーの抵抗により、実現はしなかった。 ユタ州では2018年中間選挙で共和党現職上院議員のオリン・ハッチが引退のため不出馬を決めているが、ロムニーは2月16日に後継出馬を表明した。この出馬に際して、かつて激しく対立したトランプ大統領は19日未明にツイッターで支持を表明し、ロムニーは支持に対してツイッターで感謝の意を表明した。 当指名候補を選ぶ4月21日の党集会での得票はお金差49.12%から50.88%で下回ったが60%を獲得した候補がいないため規定により6月26日の予備選挙に決着が持ち越された予備選挙では71.7%の得票で圧勝し指名獲得11月6日の本選挙では 62.6%の得票で当選。2019年1月3日、就任先生。幼馴染みのアン夫人との間に5人の息子があり、16人の孫がいる。ロムニー家の宗教は、代々末日聖徒、イエス・キリスト教会、いわゆるモルモン教であり、本人も経験な信者である。エコノミスト氏は、ロムニーの容姿、知性、学歴、 華麗なビジネス経歴、リベラルなマサチューセッツ州において、共和党知事として成功したこと、中西部の強力な政治基盤を、父から受け継いでることなどをして、恐ろしいほど完璧な大統領候補、A、スケリーリー、パーフェクトプレジデンシャルキャンディデートと形容したことがある。加えて、理想的な家族、酒もタバコもやらない、信仰上の理由でありコインも飲まない等々、 およそ欠点らしい欠点がないともされるが、そのことがかえって義ガ家の対象となったり、普通のアメリカ人とは異なる印象を与え、政治的な弱点にもなっていると分析されている。さらに、モルモン教徒であることや出現癖と桁外れの大金持ちであることがやゆ、批判の対象となった。一方で、一般的な中高年の白人主婦に寄り添う、発言の多かった安婦人は、強い共感を得て、 選挙キャンペーンの主役となった。米紙ワシントンポスト、電子版は2012年5月10日、大統領選の共和党候補となる、ロムニー前マサチューセッツ州知事が、高校時代、同性愛者と見られていた男子生徒をいじめていたと報じ、ロムニーは、覚えていない。としながらも、自分の行動で傷ついた人がいれば謝りたい。と述べた。ロムニーは5月9日、 同性婚を容認する発言をしたオバマ大統領に対し結婚とは男女間関係だと対決姿勢を示したばかり半世紀近く前の出来事にもかかわらず同性愛をめぐるロムニーの意識を物語るエピソードとしてメディアの関心を集めている同氏によるとロムニーはミシガン州の男子高校クランブロックスクールに通っていた1965年仲間を引き連れ 同性愛者とからかわれていた男子生徒を押さえつけ、ハサミで髪を切った。生徒は目に涙を浮かべて助けを求めたが、ロムニーは髪を切り続けたという。男子生徒は2004年に亡くなったが、成人してからも恐ろしい出来事で忘れられないと話していたという。ロムニーは、米メディアに高校時代にはいろいろな悪ふざけをした。行き過ぎたこともあったかもしれないと弁明したが、 同性愛者だからいじめたということはないはずだと強調した。また、2012年の大統領選挙活動中においては、特に身内での会合における不要意な出現がたびたび報道されており、一部は発言の撤回と謝罪に追い込まれている。2014年には、ロムニーの二度の大統領選への出馬を描いたドキュメンタリー映画、ミットが公開された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。